はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はですね、これです。子犬は〇〇フェチ、〇〇フェチ。さあ、皆さんもいろんなフェチあると思うんですけどもね、子犬の場合はどんな、フェチがあるのかっていうことなんですけども、これです。匂いです。子犬をまあリード、首をつけて、首輪とかハーネスとかつけて、まあ、リードもつけて、さあ散歩に行くぞってなった瞬間に、まあ歩けますよね。まあ、歩けない子もいると思いますけど、まあ、歩けるとします。その時何してるかというと、めっちゃ匂いませんか？めっちゃ地面匂ったりしませんか、ね、もうなんかずーっと下、もう前向かずーっと下向いてるとか、で全然一歩匂いすぎて全然動かへんとかってあると思います。これ匂いずーっと嗅いでるんですよね。これ何のために匂ってるのかっていうと、情報収集なんです。情報収集、これは何なんだろうなーって、あれは何なんだろうな、何なんだろうなばっかりなんです。それはそうですね。生まれてもう数ヶ月しか経ってないから、もう知らないことだらけなんです。なんで、これ何なんだろうっていうのを一生懸命情報収集してるんです。なので、めっちゃ匂いフェチなんです。だから、まあ、うちの子で匂って全然進まないんですよ。それでいいんです。それでいいんです。ぜひ匂わせてあげてください。今だけですから。で、まあ、それで、まあ、あ、これな、これはこうなんだなって理解していきます。すると、どんどんね、歩けるようになってきますので、まずね、そこでもう、匂うなって、こう、引っ張らずに、しっかり匂いは、匂わせてあげると、ワンちゃんもね、自信持って歩けるかなと思いますので、ぜひ、その匂いフェチを、ぜひね、遂行させてあげてください。でね、これも参考にしていただけたらと思います。藤本でした。